けすぎじゃないガッツリ開けてきたよ今日はご自身的な気持ちはもう完璧なオープンですか、ね、いや完璧なオープンできましたすごいわ。最近冬だから寒いからちょっと控えめでしてたんだけど、はい、うん、あの皆さんの温かさがここまでオープンさせてくれました、ね、ありがとうございますやっぱりもローランさんすごい尊敬してて、あの僕もプロデュースしたりなんかしてみたいなって見ててすごく刺激されるというか。ローズデザインモデルとかもちょっとね。あ、いいですね。あのスケスケのレースいいですか。スケスケのレース売れますからね。ゴールネットでももうちょいあれだからね。あの、そう、うん、すごいよ。まじまじと見られると恥ずかしいですね。ローズモデルでそのちょっと出してみる。いや出したいっす。着心地がすごく良くて。あのまあ、逆にこれちょっとね実演したいんですけど、歌手やってるんですけど、はい、あのライブとか昨日もライブだったんですけど、はい、このパンツを履かせていただいたんですけど、見てくださいこのストレッチ感、これぐらい伸ばしても全然、うん、そうなんですよ、ラインが綺麗に見えて、シャゴにしたらジャージだねもう逆にそうかもしれない、すごいですね、ほぼジャージ、そう歌う中であるんですねこれがあるんですよそう、まあ、まあ、ラテンのね違いやっぱりね、この前も一緒に2人遊びに行った時に、はいはい、愛してる以上の言葉ってなんでないんだろうねとかっていうそんな話をしながらね、ローさんといえば唇を触る仕草が印象的ローズポーズね、はい、ローズポーズがあると思うんですが、なんかこうセクシーな仕草は どこから来てるというんですか、なんか由来といいますか、由来あったんですか、由来ですかね、でもところから、まあ、母によると多分生まれた時からあマジかよ、そうだよ、生まれた時からセクシーだったらしくて、なんかあのお腹の中にいる時も普通こうボンって蹴るじゃないですか、そうです、お腹の中からなんですね、そうで、はい、僕は蹴るんじゃなくて優しく押して回すっていうことをやってたらしくて、多分すごい優雅に多分お腹の中でこうやってたんじゃないかなって思ってて、多分もう天性のものだと思います、これは遺伝子レベルで何か刻み込まれてたようなかもしだと思いますね、すごいな、としか説明は、まあでも確かにそれでしか説明できないぐらい、まあ色気はありますね、はい、ああそうです、でもローズポーズに関しては、はい、なんか本当にちっちゃい時から僕唇をこう触る癖があったと、はい、結構ラテンとかの国だとこの唇が一番セクシーなポイントなんですよ、恥ずかしくてできないようなポーズですよね、そうなんですよ、それがあって多分それそこから多分ローズポーズはもともと癖っていうのもあった、じゃあそのなんか幼少期であったらもう本当にもう恥じらいなく言ってましたね、いやいや学校みたいなアダルトすぎるでしょこの存在がました、ね、トマローズファンの皆様、 Eu amo vocês muito do fundo do meu coração. Te amo.